ちょっとこれね、ネオンが神々しくてよく見えませんが、このネオンに書いてるのは、ビリヤードメープルハウスと書かれてます。ビリヤード場です。まあ、このメープルハウスはですね、あの金子の常宿ですね。はい、一番ここにいる時間が長いであろう玉屋で、今日は ABC の満席があるので、戦いに行きました。頑張って1勝2勝優勝までこぎつけたいと思います。頑張るぞ。今日はメープルマンスリーいいメンバーが揃ってます。だから小川範夫プロルーキー、こっちは曽根山、知ってる人は知ってますね。こんな感じです。総勢で、何人ぐらい今日29、30人ぐらい、埼玉からね、立川さんも来てね、終わるのは何時なんだろう。まあ俺は決勝に行くことはないだろうけど、朝方になりそうですね。朝方まで頑張りたいと思います。ノリをやっつけるぞ。試合中なんですが、まあ言ってみたらこのね、ビリヤードのハウスの試合っていうのは野球の草野球みたいなもんなんですね。でみんなで、まあ、緊張しながらついて球を上手くなろうみたいな。でその中にたまにこうやってね、プロもやってきてくれて、いい球をついて、みんなを盛り上げてくれるというね、そんな小川プロの取り切りを見ていきましょう。今年プロになったルーキープロなんですが、アマチュア時代は総なめしてます。激うまなんです。こいつって言っちゃいけないな、小川先生ですね。もうもう決勝に2回行ってるのかな。もうちょっとでね、初勝利ももうちょっとな感じなんです。頑張ってください、小川さん。5大2世なんですが、30人ぐらい集まっちゃうんだよね。今日のフォーマットは9ボールテキサスルール、4先です。勝者ブレイク、ね、だからもう誰にでもチャンスがある。そんな中で優勝するのが楽しみですね。
メープルマンスリーの醍醐味はこれなんだよね。試合よりもこの名刺すごい、すごいんですよ。みんな腹いっぱいになって玉つけなくて帰るんだよ、はい、今日は何ができるのか楽しみです。メープルのマンスリーだとこんな肉も食えます。すごいね、めっちゃ美味しそう。こうやってね、試合やってんのこっちで、みんなこうやって試合やって、はい、最後さんで、はい、最後さん、この順番に入ってた。はい、美味しそう、はい、美味しそう、はい、群がってくる人、はい、群がってくる人今日は勝ち負けで終了です。出直します。